ゴール朝、ゴール朝、ペルシア語、グリアンは、現在のアフガニスタンに起こり、北、インドに進攻して、インドにおける、ムスリムの最初の安定支配を築いたイスラーム王朝、11世紀初め頃から1215年。グール朝、シャンサバーニー朝とも表記し、王家は、シャンサブ家という。シャンサブ家を主張とする、シャンサバーニー族は、現在のアフガニスタン中部。 ハリー・ルード、上流にあたるヘラートの東の山岳地帯ゴール地方、グール、マンデーシュともに居住しイラン系の言語を話していた人々で、地名からゴール人あるいはグール人と呼ばれたため、王朝の名が起こった。王朝の起源については詳しいことは不明であるが、ゴール朝滅亡後にまとめられた年代記によると、その先祖は、第四代政党カリフ、アリーの時代に、イスラム教に帰依し、 バンジー・シャンサバーニーの時、アッパース町のハールーンア・アイコール・ラシードによって、ゴール地方の領主に定められたという。確実なところでは11世紀初頭頃に、歴史上に現れ、ガズナーサの英主、マフムードの遠征を受けて、ガズナーサに服属した。その後、ガズナーサ衰退後の11世紀末に、ガズナーサとセルジューク朝との干渉地になったことから、自立し、 1 9 9 9年に独立を認められたが、1108年には、アフガニスタン北西部からイランにかけてのホラーサーンに、夜セルジューク朝のサンジャルによる支配を受け、セルジューク朝に服属した。ゴールの地方勢力であった頃のゴール朝サは、シャンサバーニー族の部族性国家の性格が強く、王朝内部の争いがしばしば起こったが、12世紀には、王家の一員、 フトゥブッティーンが兄弟たちの争いラガズナの宮廷に逃れたところ独殺される事件があった。また、この事件の後には、ゴールアサのサイフッティーンは一時ガズナを占領したものの、ガズナアサを支持する民衆たちの反感から間もなく、ほとなって処刑され、ゴールアサとガズナアサは対立を深めた。1150年に至り、ゴールアサのアラ・ド・ジーン・フセイン・イーは カンダハール付近の戦いでガズナーサノに対象した。この戦いで不評を中心としたゴール軍は防御用の盾を連ねて堅固な陣地を築いてガズナ軍の戦状態を食い止め攻撃の決定力を持たないガズナ軍を散々に打ち破りガズナを最終的に奪ってガズナーサをホラーサーアンアフガニスタからインド方面へ通った。ガズナへ入場したゴール軍は 積年の恨みを晴らさんばかりに略奪、蹂躙の限りを尽くし、ガズナの歴代スルタンの意外まで掘り出して焼いたという。これによって、ゴールアサは、カーブルからガズナまで、現在のアフガニスタン東部を広く支配することとなり、自立、発展の基礎を築いた。ゴールアサの君主はそれまでもリクあるいは、アミールと称していたが、この後スルタンを称するようになり、儀礼用の日傘を用いるようになった。 1152年、ゴールアサは、セルジュークアサへの効能を停止し、公然とこれに宣戦線したが、トゥルク系の兵力がセルジュークアサ側に降ったため、惨敗し、アラー・ウッティーンは捕虜になった。しかし、間もなく、セルジューク朝のサンジャルが、トゥルクマンユーボクミン遊牧民、オクズとの戦いで捕虜となったことをきっかけに、セルジューク朝のホラーサーン政権は無力化し、西のホラーサーンが、 政治的空白地帯になったため、ゴールアサは急速な勢力拡大に向かう。アラーウッディーンは、シャンサブ王家の王族の間で領域を三分割支配する体制を築き、ゴール地方の王宗家が支配し、ガズナとバーミヤーン、バーミヤーンブランチをそれぞれ分家が支配するようになった。バーミヤーンのゴールアサは西方に勢力を伸ばして、アムガー流域に至る地方を支配し、ガズナの分家が、 インド支配を企てることになる。アラーウッティーンの死後、王位を脱手中に収めた王のギアースティーン、ムハンマドがゴールを支配し、弟のシハーブティーン、ムイツティーン、ムハンマド、ムハンマドゴーリーともがガズナを支配した12世紀後半から13世紀初頭にゴール朝は最盛期を迎えた。兄弟は連携して領域を拡大し、ギアースティーンは、 弟と協力して1186年にラホールにいたガズナーサを滅ぼした。北では1190年にホラズムからホラーサーンに支配を広げつつあったホラズム、ヤーサを破ってその君主を捕虜とし、1198年にはカラキタイ、西領の侵入を撃退した。こうして1200年にはホラーサーンの大半を支配することに成功し、ニーシャープールにホラーサーン総督を置いた。 一方、弟のシハーブティーンは、ラホールからインド奥深くへと進行し、1191年にはタラーインの戦いでラージプルト軍を破り、ベンガルまで軍を進めて事実上の北インド支配を達成した。ゴール朝の国力が絶頂となったギアースティーンの知性には、王朝の本拠地ゴールやヘラートで盛んに建設事業が行われた。 中でもゴール地方の支流のほとりに立つジャームのミナレットは表し、世界遺産に登録されている。1203年、ギアースッティーンが病没すると弟のシハーブティーンが、その後を継いで、西方経営に力を注いだが、ホラズムシャート、カラキタイに敗れ、ヘラートを除く、ホラーサーンのほとんど全土を失った。1206年に、シハーブティーンが、 インド遠征の基都に沈没すると、ギアスティーンの息子であるギアスティーン・マフムードが、王位を継いだが、支配下のゴールビトやアフガン人の不評軍団と、トュルク系の奴隷身分出身のマムルーク騎兵軍団が、それぞれ後継者を擁立した。北、インドに残されていたマムルークの将軍、クトゥブッティーマ・バクは自立して、インドに奴隷王朝を開いた。これ以降、デリーを中心に、 デリー・スルターン・アサと総称される、ムスリムの王朝が5代続き、その下で、インドのイスラーム化が進んだ。1210年に、ギアス・スッティーン・マフムードが暗殺されると、息子が擁立されたが、これ以降、バーミヤンの支流と互いに争いを繰り返したため、ゴール・アサは、急速に解体に向かった。1215年に、最後の君主、アラ・ウッティーン・ムハンマド4世が、 ホラズムシャー朝の君主、アラーウッティーン・ムハンマドによって敗され、ゴール朝は滅亡した。1245年に、ギアースティーン・ムハンマドの風神の一族である、クルト家のシャムスティーン・ムハンマドは、クルト朝をコラサーンで起こした。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。